オールジャパン竹島特別ガマゴリボートの解説65周年記念競争3日目の戦いはサイドが後半戦でトップカードの第7レースを迎えています。絶好枠番当然必勝の意気込みでは登場で障害地方艇の森貞浩二です。森貞同様に今日一層に魂を込めて2号艇の枝尾勝るペラが開かなければ特訓試運転の雰囲気もいいというだけに枝尾、そしてじわじわと底上げ感は感じるが3号艇の岩瀬雄介です。地元の松竹大輔4稼働を狙いながら作戦対抗道、そしてオール2連隊で昨日は見事に2連勝でモーター出しも鮮やかに5号艇の峰竜太、松竹後方に引いて4稼働峰が5コース最アウト6号艇コース不問と定段を割いてくる稼働から6号艇の馬場義也です。左斜め後方の東寄りの追い風に変わっている水面上、1番から3番4番5番6番の進入です。枠番通りの3対3、サイドは後半戦トップカードスタートしました。3号艇岩瀬が少し大きに行ったら4番5番あたり1号艇出しが効いた1号艇の森貞浩二、4号艇の正江3号艇カット先まぐり5号艇には展開の壁がバックへ入った逃走体制について1号艇の森貞浩二、2番手は3号艇の岩瀬雄介先に入っていて優勢、上位は1番3番3台系であります。前提スターター正常4号艇の松竹3番手ターンで2号艇幅を十分取って2号艇の枝を勝る、4号艇回してくれません2号艇切り込むブリキは2号艇の枝をさらに5号艇ズボンとミラクルさん5号艇の峰2号艇の枝をまで捉えてきたジャンプアップ1マークは展開の壁しかし盛り返す5号艇の峰龍太、一気に2号艇の枝をまでを捉えた4号艇切り返す、峰は2号艇をカットしながら回った5号艇の峰逆転3番手に浮上で1番3番5番上位を形成であります。旅行上面から冒頭開始1号艇の森貞浩二、3号艇の岩瀬雄介2番手5号艇の峰龍太、1マークは展開の画面内でおっと3号艇上回しているがその3号艇の岩瀬のしぶきに少し避け目気味のターンだった5号艇の峰龍太、1番3番5番が上位を形成であります。主導権を握ります1号艇の森貞浩二、3号艇の岩瀬雄介先に攻める体勢5号艇峰龍太、1マークは展開の壁しかし2マークで盛り返す強烈なターンを放った2マークであります。1番3番5番上位を形成、2号艇の枝を4号艇の松竹ラスト6号艇の馬場が続いています。今最終コーナーを森貞岩瀬3番手は5号艇の峰、1番3番5番先頭で1番の森貞浩二五輪、2着で3番の岩瀬3着で5番の峰、2番の枝を後方、4番松竹6番の馬場五輪。第7レースの確定、1着1番、2着3番、3着5番以上です。